腕が鳴ります。小林さん、任せてください。じゃあ僕がゲームの遊び方の説。あれ、見せたいものがある。どこから進めるか悩みどころだね。フィーネファンタジー、見ててください。私、ルコーさん、私に任せてください。このフィーネファンタジーってゲームはどんな内容なの？これは私に任せる大冒険だね。ちょうど敵に攻められている。小林、私偉い。とりあえずクリアは。どこから進めるか悩みどころだね。シュガーアスレチック。私、頑張る。シュガーアスレチックってゲーム、リコさんも知ってます？油断しちゃいそうだ。
小林。疲れた。失敗した。ごめんなさい。時間を止めておいたよ。わかっ。私、頑張る。時間を止めておいたよ。小林さん、見ててください。あれ、見せたいもの、どこから進めるか悩みどころだね。なかなか変わった。見ててください。惜しくないと目はないのに。私は知らないけど、ルパさんも知ってますね。なんだか不気味だね。早く終わらせよう。すごい迫力だね。黒くて目も光っててかっこいいな。小林さん、私の方が大きいしかっこいいですよ。ちょっと待ってください。今ドラゴンになって比較を。張り合わなくていいって。あのサイズだと体力もありそうだし、倒すのは結構苦労しそうだね。我々にとってはあの程度大したことはないな。さっさと。おー、頼もしいね。私がやるからエルマは下がっててください。足を引っ張られても面倒ですし。トールこそ私の邪魔をされても困るからな。後ろで待っていろ。いいえ、ここは私が。いやいや、私が。トール様、エルマ様、また張り合ってる。ねえ姉さん、止めておいたよ。
わかっ。戻るとしましょう。どのゲームモードがいいですかね。コレクション。ラン。好きな設定にさせてもらおう。